まあ、ちょっとムースっぽいけどまだ。はい、こんにちは、立川です。まあ、前回、前々回と見ていただいた方は、わかるかもしれないんですけども、これまでこのクラックを避けるために自然乾燥と、機械による乾燥っていう、まあ、2つの工程が必要だっていうことがまあ分かってきました。で、まあ、今回はそれぞれ自然乾燥と機械で乾燥させるっていう工程が、まあ、それぞれどのぐらい時間かければいいのかっていうことを、検証するためにこれまで2日間プリントしたものを使って、検討したいという回になってます。このチャンネルでは 3D プリンターをはじめデジタル工作機械と材料の組み合わせによる実験という形でデザインのためのツールとしてご紹介しています。よければチャンネル登録もお願いします。はい、じゃあこんな感じで記録を見ていきたいと思います。本日もどうかよろしくお願いします。はい、もうこれが 1.5 日経過したやつなんですけど、うっすらカビが生えてきちゃってるようにも見えるんで、こいつらはもう2日はちょっと大きすぎっていうことが分かったんで乾燥機かけることにします。1日目のやつはまあ結構こっちもちょっと乾いたかな。まあ、ちょっとムースっぽいけどまだ。もうかけましょう。よいしょ。とりあえず40度ぐらいかけましたね。はい、乾燥かけてから3時間ぐらい経ったかな、3時間経過しまして、真っ赤なんですけど、まあ、結構散々な目に遭ってるんだよね。では造形直後に1時間ぐらい乾燥させてたやつなんですけど、まあちょっと形が崩れ始めてるやつがちらほら。これクラック入ったけど意外と大丈夫だったな。カビがちょっと生えちゃってるけど、やっぱりね、乾燥させたところでカビ生えてきちゃうんですな。この問題はちょっともう材料の配合比の問題かな。解決していくしかなさそう。1時間だけ乾燥させたけど結局中の方でカビが生えてきちゃってるんで、これは失敗ですね。はい、で続いて、12時間放置したやつを見ていきます。あー、もう見るからになんかもう崩壊が進んでるって感じ。全然ダメですね。完全に積層の割れとかが目立っちゃってる。もうこれほぼ全滅してますね。カビは生えてないけど、この裏側がすごい乾燥が、やっぱちょっとプツプツ穴開けた程度じゃ全然効いてない。これひどい使い物にならないね。あー、これもそうですね。はい、というわけで、まあ、12時間放置したやつ、半日近く放置したやつはほぼ全滅ですね。あー、こっちもそうですね。はい、でまあこの辺は前から炭入れて混ぜてたやつだったんですけど、これがやっぱ一番綺麗だな。めっちゃ綺麗。まあこれはそんなに抹茶がタブコの3分の1ぐらいしか入ってないんで、多分抹茶がカビの要因かなというところが、あのところの予想ですけど。はい、じゃあ2日放置。2日放置したやつ。まあ、2日放置じゃないや。ちょっと急いだから1日と半日なんで36時間、36時間放置ですね。確かにクラックは1日放置したやつよりは少ないんですけど、まあこれも結構まあ積層の割れが目立つんで、自然乾燥させる日数をもう少し増やした方がいいなっていうのが印象ですね。
まあ下の段も同じ感じです。難しい。じゃあもうこれで決定したことは、まず1日半以上、まあ、多分2日か3日かぐらい自然乾燥させて、もう完全に水分が抜けるぐらいまで放置すると。で放置した液体から、乾燥機にかけていくっていう、まあ、そういう手順でやっていかないと、多分こういう綺麗な積層が残るような感じにはならないかなという気がします。はい、というわけでどうしようかな、まあ、まず自然乾燥で3日間持つために炭の分量を混ぜていくっていうのをやろうかなと思います、今回から。でまあ抹茶の香りが、まあそうですね、出ればいいんですけどね。 3D プリントのためのレクチャーを始めます。モデリングの基本、プログラムを作るまでを実際にクリエイターの方々へレクチャーしてきた内容をたった1時間半で体得する、ライノセラスとグラスホッパーで覚える 3D プリントのためのデータ作成講座、ユーデミにて公開中。このチャンネルでは定期的に割引クーポンも配布します。さて、カビたやつでテストしてみよう。燃えないな。全然燃えねえな。あっち燃えないね。ちょっと湿気吸っちゃってるからかな。単純にこれでライターが弱いのかな。まあ、それもありそうだな。厳しいですね。今回から炭を新たに加えました。ちょっと黒っぽくなったな。炭前からテスト的に入れてたんです。であんまり記録には残ってないんですけど、分量を この辺からすごく正確に測りながら入れていってるっていう感じですね。なんかもうちょっと水いるな。もうちょっといるよな。また水を足すために、まあ炭入れたからしょうがないか。もっとペースト状にならんと押し出せない。もうちょっとあっていい気がする。この調整すっごい難しいんだよな。なんかもうちょっと柔らかくていいかな。だいたいこんぐらいかな。これなら出そう。この日のプリント結果は約10個作ることができて、これが自然乾燥に耐えられればカビるっていうことに対してはうまく、まあ、解決できるんじゃないかなってことでやってますけど、まあ、たくさん作っていく上では水分量とのバランスっていうのがまた結構気になりだして、で壁がへこんだりしてるやつがあったりとか、まだ不完全な状態ではあるんですけど、まあ、ほんとね、地道に問題を一つ一つ解決してるっていう状態で、まあ、今までだってまず造形ができるかどうか、まあ、倒れてこないかっていう問題と、カビないかっていう問題と、それから自然乾燥させた時に割れないかっていう問題、それから燃えるかどうかっていう問題、まあ、かなりね、あの問題が山積みだったんで、まあ、ほんと後半にかけて全部がうまくバランスするようなことが状態に近づけていけたらいいかなと思ってやってます。はい、まあ、今回は以上です。ありがとうございました。